and win! Fight!
Thank you.
can win! Round two, fight!
Hadouken! 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 Hadouken!
そろそろ9時なので大会参加される方エントリーお願いします。カウンターで受け付けておりますのでよろしくお願いします。あ、こんばんは。今日は16回、今年最後、四季の細道になっております。こんばんは。誰だろう、見てくれて。草さんかな。そう、じゃあすいません、エントリーシートカウンターにありますので、はい、あ、そうです。はい、大丈夫ですか。はい、なのでただいまエントリーしていただいている方、ゴーさん、私、セロテープ、ロード、ハク、山本となっております。はい、書きます。ノブさんですね。もしもし、はい、
9時からとなっております。エントリーしてない方、よろしくお願いいたします。はい、9時からとなっております。もう始めないといけない頃なので、エントリーシート書いてない方よろしくお願いします。はい、こんばんは。今日は少ないかなと思っていたんですが、意外にも15人ぐらいですね。X が5セット、なぜか普通の X じゃないスパ2が1セット実は動いております。そして対戦もしてます。そんな状況です。
あ、はい、今抽選してますね。今日は15名参加いただいてます。年末ですがありがとうございます。抽選中ですので配信代はそうですね、そろそろちょっと終了でお願いします。抽選してます。あ、なんか喋った方がいいかな。ちょっとね、
今回は通常ルールで、前回がちょっとちょっとね、前回お誕生日的なやつ、はい、そうですね、ちょっと特に誰の誕生日でもないそう、そうですね、あ、そうですよね、多分特にまあまあ、なんか見てる方でもお誕生日の方いたらば、その方の誕生日を祝う感じの大会にしてもいいんじゃないですか、それいや、祝うだけなんですけどまあね、ちょっとマイクがこう、ちょっとね、この間、突然忘年会シーズンもあって、はい、なんかちょっと自分こう書いてたら後ろからこうブスってコードを刺されて、コードを刺されてそのまま記憶がちょっとぐちゅんってなってもうなんかちょっと心配になって、配信ちょっと見直してそっとじみたいなそんな配信だったんですけど、ちょっと自分の実況とか見るもんないひどかったですねジャックされた感じ自分のせいなの3周目かぶせじゃないですか3周目は好きなキャラ使っていい、なんかあれですよね、3周目ってどっちか選べんですよね、その3周目っていうか、どっちでもないキャラを使ったんですか、そう、それはどうなんですか、まあ本当はよろしくなんかもう勢いでかぶそれ誰だろうね、やったのこれああ、まだだ、順番が出てくるかな、今日は15人、はい、珍しいところではみなーりさんとサイクロンさん、バイパーさん、はい、そうですね、これはフォークみたいなガイルドフォークですね、はい、ここはユーベアさん、はい、パクさん、そうですね、今日ね、もっとなんか30日だしって思ったんですけど、皆さん大掃除ねえ、私まあまあ、まあまあ、うん、まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあ、まあ自分ね、多分これが年内最後のおそらく一つになると思う、はい、あー、そう、今年ね、行けないんですよね、行きたいんですけど、もう気持ちは行きたいんですけど、常に、まあ、多分配信もあるので、はい、後からでも冷やかしながら行かれますか、行かれますか、行くんじゃない考えると変、気持ち悪いですよね、ここ何年か毎年大晦日は、ね、もう私行ったことないんですよ、どうしたの、みんなでお話を聞いて遊び行ってたもん、ちょっと来年は挑戦したいですね、そうそうそう、私は大山なんですよね、なんかね、やっぱりお正月、楽しそう、どうでしょう、ちなみに白さんと小江戸さんですね、はい、誰だ、どなただろう、ちょっとね、最近もう目がね、ちょっと見えないみたいな、それで年を越してもいいのよって言ってる人が、あ、本当ですか、どなたでしょう、ちょっと魔導士王まで読めるんですけど、あれ王天なんですよね、ほう、魔導士、魔導士さん、王、魔導士王、あ、はい、はい、大丈夫です、多分そんなに時間押してないですよね、いつもこんな、はい、まあのんびり、のんびり、もう一回出てくるんですよね、あ、書いてくださるんですか、読み上げましょうか、私、はい、あ、なんか戦士がやってくる、あ、すごい、トツバッタ、ユーベガさんのベガと、そうですね、あ、ちなみに使用キャラかけたら、そうそう、あ、言いましょうか、大丈夫です、ヤマさん、ありがとうございます、ご機嫌、はい、
あ、ここで、そう、なんかね、マイク、はい、ですよね、こっち側。そうそうそう、今日はここ、こっち座ろうかなって思ったんだけど、ほら、これちょっと危なくないですか人が、ちょっとね、私もここでの実況をチャレンジしていこうかなって思いますね。どうし、オスさん、オスさん、オズさん、あ、太ももさんですね。え、あ、ね、え、草さん、あ、そうそう草さんですよ。すごくすごく、あ、なんか画像が、ゆうべがさん、スーさん、ゴーさん、はい、山本さん、ロードさん、アクさん、スロイデーバさん、サイキナンさん、ガンギ並んでるんだね、楽しくともないんで、なんかね、来年はちょっと好きな細道、まあ、このままのね、でいいと思うんですけど、たまになんかちょっと変わったこともやりたいですよね。今年、はい、やったのって細道形式と、そうですね、細道形式と、そう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 、あれ結構すごかったです。あの、意外と大変なんだなって、あのトーナメントで なんだか疲れちゃうみたいな、まあ、なんだろう、そういうのやり慣れると違うんですかね。私なんかもう、まあ、いろいろ面倒くさいと思いますけど、慣れるまで。一周目だいぶ多いですね。この順番で良かったんですかね、皆さん。まあ、しょうがない。まあ、前回はちょっとなんかそのああいうの、なんつうの、代わり企画みたいなんで、ガイル強制的に使うようにしちゃったから、みんな一番目にちょっとあんまつ、ね、そ、だからガイルだらけになっちゃって一周目、確かそんな感じだったような。まあ、ゆうべがさん、はい、食べられそうな人が、ね、はい。どうしようこれ、今日はもう最後までそんなことはないですよ。さすがに、あれ、ゆうべさんってレガで優勝してませんでした？あ、してます、確かしてます。何回ぐらいしてました？1回です。はい、2回優勝してる。1回ですね、多分。制限にはそこまで引っかからない。そうそう、1回です。これね、今年9月16から始めたんですけど、優勝はまあ友田さんのベガ、ニーヤーさんのホンダ、友田さんベガ、ユーベガさんベガ、ハワスムさんのダルシム、ハワスムさんのダルシム、クチさんのリュウ、ニーヤーさんホンダ、マッツンさんのケン、ユリチさんのバイソン、クチさんのバイソン、で、ユリチさんのバイソンにオヌチョさんのベガで、前回が最後、誰でしたっけ、ひどいですね、先生。あ、ユリチさんのバイソン。ユリッチさんはなんか呼び捨てにすることになった。あ、そうです、ユリッチのバイソンです。ユリッチのバイソン、なまっちゃってちょっと、ユリッチのユリッチのバイソンでしたね。で、こうして見ると、はい、バイソン多いんですよ、結構。そうですね、優勝してるのが多分バイソン使ってる人はこのゲームが上手いでしょうね。もう、あと、まあでも始めたばっかなんでね、そんなに偏りみたいなのは出ちゃいますよね。はい、うん、とか優勝してないんで。そうですね、チュンリーさんあんまいらっしゃらないかも。リュウはグッズさんに、はい、ナルドの優勝もない。はい、あ、そういう、そうですね、そうするとデイトナ式の主要キャラが大体分かってきて、記録してると面白いですね。メガ、バイソン、ダルシモ、ホンダあたりがもういいそういうお店、そういうお店前回とか半分ガイルでもガイル優勝で、全く姿がちょっと絡んでこなか
さっきまで金子さんいたけどなんか金子さんも帰っちゃう。あ、そうですね、用事がある。あ、でも全然一応大会出てほしいとはありますけど、気軽にちょっと来て対戦してその有効活用していただいても全然大丈夫なので、ね、本当そこは DJ はいないんですかね、DJ は、はい、使いそうなのはカワシムさんなんですけど、カワシムさんは今日は確かダルシムとザンギでエントリーしてるから、はい、あと使いそうな人がいないので今日はいないかな。ゆうべがさん DJ じゃない、なかったかな。あ、ゆうべがさんが2キャラ目が DJ。そうですね。どっちにしてもちょっと。ゆうべさんも DJ、南じゃ強いですよね。もうすごい強い。多分ちょっとやったことあるけど、すごい強かったです。まあ他の、だからといって他の DJ に勝てるのかって、まあまあ、うんうんみたいな。ゆうべがさん、投げる時の強みに押すボタンがかっこいいですよね。あ、そうなんですか。ちょっとよく見て、後ろで見てるとなんかすごい気合い入れるボタンを押すんですよ、投げると。あ、でも投げ返しみたいな時は自分もうんってこう跳ね上がっちゃったりしますけどね、手がバーンって。あ、そうですね。じゃあそろそろスタートしますので、はい、じゃあ配信台最後でお願いします。じゃあ初回はユーベガさんの X ベガとスーさんのユー、今回 X リューですかね、でじゃんけんしていい、はい、じゃんけんしていただいて初戦です。ユーベガさんとスーさんからのマタップ。まあこの9時も9時なんですけどね、一応ランダムな。魔導士さんからの質問で、 DJ は2週目にゆうべがさんがいらっしゃいますね。これね、9時だから9時なんだ。もうね、あのお店のパソコンで9時にしてもらってるんですよ。この最初トランプでやってたんですけど、すごい大変で全くもうぜひ、あ、やってくれるんですか。あ、そうなんだ。ほう、はい、じゃあじゃんけんですね。おお、おお、あ、じゃあ始まりますね。じゃあ今年最後の四季の細道始めたいと思います。はい、始まりました。はい、じゃあ、ピヨっちゃった。解説しようと思ったらもうピヨってポンと入って今ここに戻ってきたら12秒パターン。はい、マッピーがスーさんの言うと、マッピーがユーベガさんのベガ。リュウは
どうですかね。伸ばして、さあ足ぐっと削って、なんとかマジックみたいなやつ。今この感じ私もよくありますね。ベガに画面端で。さあ、めくりが入れば、おっと、空中くらいうまい。あ、参加されますか。一番最後でもいいのかな。まず指が一勝。さあ、2人目がゴーさんの X 剣。あ、友田さん、どうしましょう。最後でよければ参加できますが。友田さんが来たみたいなで、そうですね、友田さんはキャラ制限のない人でしたっけ。はい、どうしましょう。あ、参加、はい、はい、最後で、じゃあキャラどうしましょう。あ、これ痛い心が入りそうでしたが、ゴーさん頑張って。昔中継で落とすのがうまいですね、今みたいな。ちょっとよく見ておこうか。目がしゃがむとかなり姿勢が低いので、はい、高めに当て落とせると、はい、攻撃が当たらずに着地に中継が入る。はい、さあ、きっちりめくり、上田さん2人抜きで、次が山本さんの X バルログ。あ、はい、山本さんの X バルログですね、次。あ、じゃあ私、マジックやらせていただきます。あ、ありがとうございます。あ、はい、あ、大丈夫です。お金持って、はい、さあ、山本さんのバルログ、はい、お、投げ返してる。さあ、3発入れて、めくりから、あ、お、てら、おお、今のジャンプが機能して、はい、行くろ、こっち入る。あー、ちょっとこれは、あー、ジャンプ台で惜しかったが、あ、まあ、まだ次が、でもこれは早くもギャラリーの間からは全員逮捕の怪しい噂が出てますが投げて、投げて、今のがやばいですね。今のクラウド多分距離なんで相打ちで済みますけど、削って、さあ投げ返す。あ、ブス。おお、変な感じでしたが、そうですね、終わりました。そしたら、あ、ロードさんの S 剣です。ロードさんの S 剣、え、ロードさんの S 剣、ハクさんの X ガイル、セロテープさんのバルログですね。ガード下が投げられる、はい、あさあ12秒パターン、これ12秒、そうですね、12秒やだな、12秒パターン。私それ新記録なるか。新記録11秒パターン早すぎる、はい、さあ、ハクさんの X ガイル、とんでもないことになってきた。でも、まあ、まあでも、まあいいと思います。何がですか、良くないんじゃないか。いや、こういうさ、こういうこともあるよ。そうですね。僕はゆうべがさんには今日大掃除を進めたんですけど、あ、X プレイヤー大掃除しに来たのかな。あ、なるほど、逆に大掃除に来た、掃除され、片っ端から掃除される。うまい、うまいですね。いや、やられてるほうがたまたま。いや、でも、まあ、ほんと強いです。確かに。
今年の汚れを今年のうちに綺麗にしようというゆうべがさん。なるほどねあ、カクさん、さあ、一振りだけうまい。クリーが本当に入る。あ、行きたくね、行きたくないけど行ってきます。あ、じゃあ セロテープさん、セロ様。あ、次、セロテープバルログ。セロバルです。どうしよう、もう、ゆうべがさん今5連勝ですね。ちょっと、すいません、私さっきね、投げ返す。これやっぱここでひょうってやれたら勝てるんですかね、ゆうべがさん相手でも。あ、今なんか、あ、来た、こっからなんだこのぐるぐるローリング当たって、あ、これは結構どうなんですか。あ、これなんかどっつ、あー、はいはい、あー、なぜここで。そして青木サイクロンさんのザンギ、小江戸さんのガイル、私ですね。あ、チェックし忘れちゃった。これはサイクロンさん、ちょっと惜しかったですね、さっき。惜しかったかな一本さあ、おさえさんが頑張って、近くが掴んだ、おいしい。でダメージ取って、ここからいけるのか。なんか嘘とか言ってるから、あれは嘘じゃない。最後で削って、どうしよう私、あー、しかし感じありましたけどね。カニをくぐって、これ2人のキック似てますね、大キック似てますね。これ大事が入った、右肩いった、投げる、めくりはきっちりガード。おお、そこでスライディングが出るのがゆうべがさんの強いところ。今のスライディングもやばいですね。そして小江戸さんのガイルです。次、小江戸さんのガイルです。ネロさんのガイル、バイパさんのガイル、ロカナドガイル3連戦。私どうしようって、どうしようってどうしようもこうしようも、きっと12秒にならないことを私としてはちょっと頑張って、ずっとガードして、そうそうそう。でもそういうのを自分の中でいつも目標をクリア、そうそうそう、まあ、終わっちゃいますからね、いきなり食らったら。当たり前当たり前すぎて、あ、サマーを潰して、小江戸さんベガ使ってるから、ちょっと参考にしようかな。ベガ相手にダメマシとかなんかもう死にそうだと思うんですけど、ポッキー様、あ、すごい。そう、これがちょっとね、できないんですけど、悪い様、あ、これ怖い。当たる様はいい様、当たらない様は悪い様。そう、エントリー後はちょっと来てみますね。誰、あー、でもまあ間違いじゃなくて、エントリーしたかったらあんまり良くないですね。あー、また俺もそんな良かったよ。あ、そうね、クズなるから、ってなるからね。確かにこれ抽選の後だとね、もう、まあ、ちょっとね、申し訳ないです。あ、そんなこと言ってる間に、あ、また待って、壁端に追い詰めているが、ライト面当たって、さあ次はネロさん、あ、当たした、はい、はい、
ゆうべらさんはね、ツイッターのアイコンがちゃんと警察になってるから。さあ、じりじりと地境を迫る橋から逃げられないゆうべがハウス出してもらえない。強気の投げ。さあ、狭い方に行くが今度逆の画面端。なんで入るペースになるとこの状況でどうダメージを。さあ目標の12秒 KO を奪われたが、これで9人抜き。さあバイパーさんホークを使いたい。使いたいがガイル。ガイル続ガイル3連ガイル。ちょっと開幕バックジャンプ大パンチ全然だけど悔しいわもうねこの固められちゃうのが私的に辛いんですけど、ベガと戦う。いや誰でも辛いっすよ何当たり前のことですめちゃめちゃきついですよどうやって抜けんだろうって思いながらトニック打とうと思ったら立ち系が当たって中足振ろうと思ったら向こうの中足が当たってなんか様子見てるとダブル2で削られる、はい、いや そうなっちゃいけないんだ。サマーパラスと当たらないみたいな。そうですね。さあ最後がめくっこまった3段。あーあー、12匹止まらない。あ、ついに 10人。あ、ノブさんの剣です。で、カーシムさんのダルシム、ムナーリさんのサガット。この辺りからメインキャラが始まるので、そうですね。今までちょっとサブキャラが多めでしたけど、ここからメインキャララッシュなので、さすがのユベラさんもラグには勝てないと思いたい1周目メインキャラの方も普通に負けてるんですが、おっと昇竜拳、うん、投げが相手目は離さずに投げ返す。うまいな。あ、今のは誘ったんですか。めくりとかを必ず空中くらいにして安く済ましているのが多分わざとだと思うんですけど、ユリッチがいない。そういう怖いですね。次、カーシムさんのダルシムです。さあ、残すところ1周目3人ちょっとこれは…でもまあね、まだ2番目の方これずっと勝っちゃうとどうなる。まだ一度もそういうことはないのですが、これ2周目まで誰も永遠に続くんですか、それ。なんか1周したら卒業みたいな扱いだったら気がしたんですけど、それでまあ新たに DJ でやってもらうみたいな。そうですね。あ、そうですね。これ本当に破天荒さんまで抜いたら全員負けたという。そうですね。でも、あ、友田さん、友田さんのバイソンまでこのままもし勝ち続けてしまったら、もうゆうえさんはとりあえずその決勝に出る権利を得て終わり、ね、次も一応 DJ で当てれるといった。 DJ も遊べるけど、また DJ です、まあ、ちょっとあまりそういう先のことは考えたくないです。あ、すいません。さあ、考えたくない話を考えなきゃいけないような、はい、今日ユリッチさんいないですね。ユリッチがいないからこんなことにそうですね、ユリッチさんのバイソンさえいればね本当そうです。大変なことになってる、ね。いいと少し…いや、まだ擦ってない
中まだ明日があるので、そうです、これが今年最後の一つの思い出にならないで済みそうなんですけど、私思い出になっちゃう。来年出川頑張れる。あんだけ切りよく球打ったんですが、ドクロ出てきちゃった。いや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 、うわうわ入っちゃう。なんかこんな、そうすると破天荒さんの竜、友田さんのバイソンで、あ、友田のバイソンいるんだ。はい、あ、ついに今回一周達成者初かもしれないですね。いやでもまだわかんない、まだまだわかんない、そうそう、勝負は最後だ。このキックが長いなって思っちゃうんだけど、あー、そうですね。あー、これやっぱ読んで昇竜とかで返せるんですかね、今飛んできたやつ。ヘッドプレスは昇竜では返らないですね、相打ちになった気がする。あー、反撃をもらわないスライディング、はい、足まで追い込んで裏に回っている。あー、そして友田さんのバイソンで一周。いやいやいや、友田さんのバイソンだな、ね、友田さんのバイソンといえばもうね、ユリッツさんのバイソンのちょっと弱いぐらいの強さはあるから、そうするとちょっとここからね、ちょっと友田さんどうして、どう、ほら友田さんベガー使ってるし、友田さん勝てば普通にこのまま続けられるし、ユルガさんが欲しかったらば、一応ユルガさんに一回勝っていかない。そうですね、次またじゃんけんからってことですよね。おお、惜しかった。あのヘッドが出ても多分お互いエスカルだけですよね。ほう、投げる、これ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 、あ、ペチッと返して、おっと、ゲダー、もうこれ本当にこれ、あ、というわけで1周終わってしまいましたね。じゃあそしたら2周目はリセットで、あのもうゆうべがさんは決勝ということで、じゃあ席を、まあ、1回ここで2周目を1から始めたいと思います。カーシムさんの残機とロードさんの S 剣でじゃんけんをして、はい、やってください。じゃあロードさんの S 剣とカーシムさんの残機でじゃんけんしてですね。すごいですね、ついに一周達成の方、ゆうべがさんでしたね。なんという、さあ今のね、あ、はい、まあ、あの席決めです。そうですね、そう、まあ、なかなかないですからね。あ、もう山本さん準備ですね。次 1P 側ロードさんの S 剣、 2P 側がカーシムさんのザンギエフ、ね、ちょっと嫌なことは忘れて今の試合を楽しむ方法。まさにナイトメアの、いいこと言うな。そうです、
昇竜拳が機能している。こんばんは。さあ見られて、おっと、おっと、さあもうワンチャン、あこれはさあワンチャン、あー昇竜、まあでも次ですね。はい、おー、ファイルドライバーだとめくり逃げたりするので、それはそれが美味しい。へぇ、手身が取れないので、あ、そうか、そういうことか、目の前に落ちるので、その後ピョンってなんの攻めが継続するんですよね。なるほどね。お、1本取りました。1本取り返す、はい、2周目はなんか無駄に残儀が多いですね、はい、ちょっと偏りが、くじの偏りが無駄ですよね。いや、ヘイだけで十分、はい、そうです。ロードさんと川島さんです。さあ当たらない、当たらない勝利は悪い勝利。おっと、いや、川島さんちょっと昇竜待ちモードに変わりましたね。あ、川島さん勝利。山本さんのチュンリー、はい、さあ黄色同士、菜の花的な、あーそうね、こうなっちゃう。スピニングで暴れるが、これは天章暴れて、天章だね、これはもう分かってるって感じなんですけど、こうするんだろう。おっと強気にいったが、あースクリュー、もう上から、あーちょっと今上からお腹掴んで出して、さあ脱出広い方へ、あ、狭い方へ、あ一瞬広い方行ったんですけどね、すぐ狭くなりました。小江戸さんの目が、あ、小江戸さん目が、川島さんの残機と小江戸さんの目がです。はい、こんばんは、X ゲーマーズ、ロード VS 川島、そうですね、ありがとう。いや海外の方なのかな、ねえ、ありがたいことです。ダブルに当たって、ナイトメア使わせて、川島さん強いですね。あ、次バイパーさんのホームですな。さあなんとか5が入って、なんとか5 なんとか5、さあクルージング、もう無理はしなくていい。あ、そうですね、もうナイトメアもあるんで、でもこの秒でこっからってことある、パコンがあるとちょっとないかな。あああるってことって、引き上がりで攻めてアントミしても結局削られちゃうので、うーん、あ、マイクはセロテープ2機です。まあネロなんですけど、自分の名前とか間違うのちょっとやばいですね。クリアガード、
結構高い。これ分かんない。分かんないですね。分かんない。さあ最下っ端。パンチ、パンチ来た、パンチ。いやーで分かんないね。当たる当たると。あー、スライディング。スライディング。バイパーさんのフォーク。あ、X のフォークですよね。バイパーさんは。バイパーさんは X フォークですね。そうですよね。あ、マイクはセロテープ&ミキ、ネロ。セロテープ&ミキ。今日はお休みですね。そう、お休みなの、タツオシさんは今日。私はセロテープです。はい。セロさん。勝手にもう名前にしよう。行ったがセロテープさんのスペルがあって、あ、やった。ちょっとベガデーみたいな。完全に海外の方なんでしょ。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。サイトで逃げる。どうなる。おおおおおおトマホークでしたが、でハクさんのガイル、お次そしてムナーリさんのリュウ、スーさんのダルシム、あ、そしてユーベガさんの DJ。 スーさん近いです。ユーベガスーさん、ユーベガさんと近いです、ね、いつもハクさんの。ガイル、ちょっとハクさんおかしいって言ってましたね、ペガさん。でもすごい、あ、これはでも頑張って欲しいです。ゼロロット、あ、おーっチリサマーマチ、おーって言っちゃう。あ、うん、おー、そうですね。あ、めくり、なんとかファイブ、なんとかファイブ、なんとかファイブで15秒パターン。海外の方あれですね、キャラクターの名前がなんか違うんだけど、どうしてっていう話を。ああ、あのベガとかバイソンの名前が海外と日本で違うので、はいはいはい、そうですね、なんかそんな話は知ってますよ、ね、それっぽいことを一生懸命説明してらっしゃる、はい、そう、長い系が口に入って、あ、ムナーリさんの竜、なんか一周目で見たようななんか嫌な展開が、あんまりベガに活躍してほしくない。あ、ベガ強いんですねって思っちゃう、こういう時。式はベガ気にしてもいいぐらいの。ちょっと、そんな気にしない。このキャラちょっとやばいから自粛、ね、ベガ禁止で。ありがとうございます。そんなに見ていただいて、なのにこう残虐動画を見てしまって申し訳ない。次ヒット確認、年末残酷物語。ピヨロナイ、今のピヨロナイはなかなかしぶといですね。今のはうまい、うん、ジャッパーはリブカラスも多分当たるので、波動拳を打って、まだピヨらない、硬いな、こういうの結構、おしゃれコンボ、当たってないけどおしゃれコンボ。タケコプターから、あ、これタケコプター最近よく見るんですけど、私これ
前からみんなやってたのかもしれないけど、最近なんか龍の方、あれは失敗なので、あ、そうなんですか、はい、あ、なんか最近見るなって、流行りなのかなって勝手に違ったんです、流行りではない、なんか新たなムーブなの残念、私が知らないだけだと思うんですけど、バカ言ってんじゃないの、未来から見たら指差して笑っていいですよ、あ、そういう、そういう、そういう技、ふわっと浮いてなんかあれってコンボ入れていいのかなみたいな、スーさん、ガンガン言ってます、はい、スーさんとムナーリさんです、ちょっと2周目はいつもの細道らしい、真空あるが時間がない、あ、火を吹かない、吹かないから吹いたけど、やっぱ削って14秒、この真空当てないと勝てない時間ですが、あらあら、それだけはっていうやつを、おお、ドローですかね、これは、これ、あの、ドローになった方が辛いなって思っちゃう、まあ、私の精神力では多分、ああ、思っちゃうな、もし自分がこうだと、ほぼ8ラウンドだったんですが、ホーリー、しっかりと、ラウンド3、はい、ラウンド3、はい、ガルシマは2を切り取って、さあ、ラウンド始まり、おっと、掴んで、はい、めぐって、あ、もうちょっと重ね失敗、まあ、今度はガード、こういうのもテイクを入れて投げに行ったんですが、きっちり投げ返し、なんか、そして夕方さんの DJ、 スーさんの顔が、まあ、言うてもね、DJ ダルシムなんで、あ、ダルシムの方が、はい、いいやんばい、いいやんばい、ハハハと、押しているのはダルシムですが、浜数で負けていないので、なかなかダメージを取るのが難しい、さあ、飛びをガードしてしまう、はい、次でどっかで飛びとかを持たなきゃいけないので、飛んだ時はちゃんと誰しも落とさないと、はい、ダメージが取れない、やっぱりいい勝負だが、ちょっとね、ここから誰しも勝っているけど、さあどうする、そうなんですよね、あ、勝てないですね、あらあらあら、ちょっと角度が悪かった、あ、攻めてる、すごいな、アウトされるの誰しも取り返す術がそんなにはない、ゼロロット、あ、そうするとノブさんのザンゲーフ、ゴーさんの剣、セロテープさんザンゲーフ、破天荒さん竜ってな感じですかね、これはそうな
なると万が一ゆうべかさんの DJ が勝ち進んだ場合、はい、3位の方が決勝ってことですかね。2周終わってそうするとまあまだ分かんない。3位の方小江戸さんかカーソムさん、嫌がらせでベガと DJ で両方ゆうべかさんで好きな方で勝っていいですよっていう。ああ。足が近いので、おおお、さあ2回掴んだ。トムさん残儀、難しいスクリュー、これは今のはありますな。これはありますよ。これはザンギーとあんまり追い詰めちゃってそこでスクリューをもらうとザンギーの方が継続するのでちょっと下がるのもありですね。いやあとは入る、近づけない。大パン大打ち、そしてゴーさんの剣ですね。ゴーさんが勝ってくれるから俺、ダメに出たくないと思うんだよな。そうですね。上が通ったが、めくり、さあ3連ガード、めくりを食らわない、ガードうまい、めくりは食らわなかったが、そうですね、ゴーさんというベガさん、スライディング、さあ壁足から逃がしてもらえない。今の見ると剣めくっても割とめくった方がいいのかな。いや今めくったらポーンって近くになっちゃった DJ の。あ、いてきます。あ、いやそうだ、さあそしてセロテープさんが来ましたね。セロテープさん、そうですね、はい、山本です。マイクありました。私もね、次あたりワンチャンあるある言われてましたけど、どうですかね、ありますかね。そうですね、まずは1本目見てみないと見てからですね。なんてヒット確認ってやつですね、業界用語で。あんまり見たことないんで、お二人。そうですね、なんかベガとあのザンギは見ましたけど、あんまりそう DJ 使われる方がそんなに多くないですよね。あ、そうですね、あの特に四季のこの対戦会は安定重ねから行きましたがジャックで、おお、最後はサバットカーニバルですね。 あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。あるんじゃないですから。おっと投げ返された。狙ってますけど投げ返されてますね。露骨に近づいてはいくものの、ずつきずつきスクリューが決まらない。でもまだね、まだ、あー、まだわかんない。残儀としてはなんとしても近づきたいってことですね。あ、ちょっと待ってくださいね。マシントラブルみたいですね。おうおう、マシントラブル、強パンが死んでると。なるほど、強パンがちょっとメカニックが今入りますね。メカニックが、あ、もう一回ですかね。そうすると一旦休憩ということで、なんか大パンが効かなかったそうですよ。
じゃあはい、ボタンですね、修理終わったみたいなので、もう一回これどうなんだろう、ラウンド、いや、1ラウンド取られたところからと自己申告でした。なので DJ 側がまず1ラウンド取って、はいはい、山本さん、はい、こんにちは、Xゲーマーさん、山本です。こんばんは、こんばんは、いつも動画ありがとうございます。状態も楽しみに見てます。すごい、YouTube アップロード早くてびっくりしてます。あまり無理しないでください。これで勝ったらと言ってる間に、2ラウンド目からあ、いい勝負、仕切り直しで、これで勝ったら熱いですね。やっぱ DJ 有利ですかね、球もあるし足も速いし、自分ちょっと ね大変申し訳ないんですけど、マイク持っといてまあでもそう見えますよね。ダブラリで近づいていくものの、画面端だが決定打がないですね。おっと、吸った、だが、あ、時間時間、まだまだ、ああ、いやちょっと、ね、あ、最後はソバットカーニバルで空中で、はいはい、削られてしまいましたね。続きまして破天荒さんですね、はい、あ、じゃあ私マイク抜けますね。いや、やっぱり DJ 残機きついですか。いや、いい勝負だと思うんで、ね、いい勝負ですか。あ、最後もちょっとスパコン読みのクイックを押したんですけど出なかったっていう。あ、なるほどなるほど、そうですね、破天荒バスユーベガですね。破天荒バスユーベガですね。ちょっと昇竜拳が出てない感じ。この組み合わせは竜の方が有利だって言うんですけどね。結構でも楽じゃないですよね、厳しいですよね、竜は。とりあえず止まってしまうと神経を持ってる竜がかなりヤバい感じになるので、そうですか、それまでにどれだけ減らしておけるかっていう、まともに打ち合ってもやっぱりこれお互い、ね、飛びでも通さないことがダメージが通らないので、おっ、こいってる間に破天荒さんいい感じですね、飛ばして落とすできてますね。DJ のジャンプ台 K に、おっと、あっ、当たってしまう、あららら、ら、寄ってしまった。そうですよね、 DJ 一発があるんですよね。 DJ の飛びは空中で判定がちっちゃいので、技を出さなかったら今みたいに昇竜が使ったりするので、今のは釣られた形。ここで、ネロガエルですね。あ、どうなんでしょう、ガイル DJ、僕ちょっとよく分かってないんですけど、同じようなタイプのキャラだと思ってるんですけど、明らかに有利不利ありますかね。あると思うけど、俺もどちらがどうかはちょっとよく分かんない。あー、なるほど。どこはっきり出てるんですかね、はっきりどっちかみたいな感じは。あー、ちょっと今度調べてみようかなと思って。DJ 空中コンボを持ってますからね、やっぱりダメージソースはでかいです。ヤスラとソニックのやっぱ打ち合いですね。とりあえずはこの球の打ち合いで押された方が仕掛けなきゃいけなくなるのは間違いない。どこで仕掛けるかですよね、結局。ただ仕掛けてもリターンがそこまで大きくないので、はいはいはい、弾で押せるんだったら押してってもいい。もちろん押せるだけ押した方がいいですね。おっと、正直当たった。龍の波動拳を読んだ時みたいに正面から3段が入るとかそういう組み合わせではないので。なるほどなるほど。
球読んで飛ぶリターンがそんなに大きくない。一発で終わっちゃったりするんですね。続いて青斎さんですね。青木斎藤さん、さあ DJ 戦はこうやるんだぞ。見本を、そう、お手本を。という間に画面端まで追い詰めている。だいぶプレッシャーありますからね。溶かして、うわっ、ビヨってます。さあ優しい、あったまさか、ナイスガードです。死ぬとこだった。危なかったっすね。悲鳴が聞こえる。あーっとめくりが、そこまで追い詰めたんですが、3段の最初の大パンが当たっていれば死んでいた。そうですね、たらればですね。さあ展開的に押している。投げうまいですね、ゆべがさんの DJ。 そうですね、通常投げなんですけどね。レガとかその昇竜拳とかがないので、はい、溜めに来た時とかもう投げ返すしかないっていう状況だったりするので、多分鍛え抜かれてるんですよね。最近あんまり見ないけど、平さんとかも投げ返しが異常にうまかった。やっとその今のはダメですね。割りましたね、はい、完全に。やったが投げ返し、ちょっと体力差が、あーだが厳しいか。この組み合わせは一応あれですね。あーあーナイス対空です。空対空ですね。手からの空対空。この組み合わせは一応どうなんですか。一応って言おうとしたんですけど、まあなんか見た感じ DJ がすごく強い感じ。いや、そんなことないんですけどね。続いては最後ですね。最後友田さんのベガですね。そうですね。さんには何としても勝ってもらいたいところですね。これ今のところ2位もゆべがさんなんですよね。そうなんですよね。打ち取らない。さあどっちだ。おっと DJ 立ちましたね。まさか、はい、死ねばいいのに。あ、失礼。つい本音が乗ってますからね。オンエアされてますからね。ネットです。ベガを使ってるということはベガの嫌がることも分かっている感じ。そうですね、やっぱ。うわー、ここでもゼロっと。ジャンプショーパン、強いですね。と、ここで終わってしまいましたが、どうしましょうか。はい、とりあえず、ゆうべがさん。そうですね、はい、きっちり全員逮捕されたので、はい、なんと1位がゆうべがさんの、ベガが、15連勝で卒業していただきました。これ 無敗の15連勝で、2位がゆうべがさんの DJ の7連勝。これ本当はもう少しゆうべがさん遊べるんですけど、遊んでも意味がないので。で、なんと3位が小江戸さんのベガがの2連勝と、カワシムさんのザンギの2連勝。これ、まあ、2位を決めてもいいんですが、そうですね、普通にやるんだったら2位決めなんですけど、じゃあ、まあ、カワシムさんとトエイドさんで2位決めをしましょう。
いやいや、しょうがないです。一応2位の方なんで。すごいな、惨憺たる結果ですね。あ、じゃあ2球目、2球目。ちょっとね、このさん残念ながら今さっき来ていただいたので、あ、ゆめなさんがもし順当に優勝したらば、エキシビジョンもちょっとやってもらってもいいじゃないですか。あ、そうですね、確かに年末なんで、最後なんで、まあ、分かんないですけどね、まあ、どなたが勝つかは。じゃんけんですかね、これ。とりあえず 1P2P のじゃんけんして、一発勝負でお願いします。うねっちゃって、そうですね、そうしましょう。せっかく一応ね、いつもいつもイレギュラーなルールばかりじゃなくて、ちゃんとね、一応2位が2人いるので、今2位決めをしているところです。はい、勝った方がゆうべがさんにチャレンジ。はあ、これ15連勝した人も2連勝した人も決勝で当たったら3先なのは変わらないので。そうですね、一応そういうルールの大会なので、いや俺全員殺したじゃんとか言われても負けないです。そう、ちょっと前回ね、私なんか叫んでましたけど。さあ、まず小江戸さんが1本。そうですね、小江戸さんが勝つと決勝はベガベガで、さすがにベガベガはなんかワンチャンあるような気がしないでも、さっき当たってない組み合わせですしね。え、ゴム。ここで、あ、さあゲージがあるぞ。あ、これでなんと三先。はいはい、じゃあ小江戸さんとゆうべがさんで決勝お願いします。三先です。あ、ベガベガで、はい、あ、ゆうべさんベガの方が良かったですか。あ、 DJ の方が良かったですか。あ、ゆうべさん DJ の方がもし良かったんであれば、あの、この続きをやってもらわないといけないんですよ。あ、でもまあまあいや、一応権利としてはこの DJ も全員抜きしたらばまだ負けてないので。なるほどね。こっちも15連勝したらば DJ で出る権利はあったんですけど、ただまあメインキャラだからそっちに出るのかなと思ったんですけど、どうします、全然やっても。まあまあ、詰まる詰まんないもあるんですけど。じゃあどうします、続けますか。いや、だゆうべがさんが DJ で出たいんであれば、さっきの DJ の、続きをやって15連勝してもらう必要があるんですけど。だから1周目で少し手抜けばよかったんですよ。1周目でサクッとこうね、4連勝ぐらいでやめとけば。というわけで、あ、はい、三先です。はい、三先でお願いします。ね、ゆうべさんベガベガやりたくないんであれば1周目で15連勝しなきゃよかった、ね。まあ、ちょっとね、この大会のルールが分かりやすいような分かりやすい単純なんですけど、あ、そうそうかみたいな。私なんかもう何回もやってるのに、あ、そうだったそうだった。あ、いいですいいです、対戦を楽しんで。さあ、夜なんだか、この後最低3周ベガベガを見なきゃいけないので、
さあピョル、おさあ5段入って10秒パターン、本日の新記録。おお、どうなってわかんない、ゲージがない状態で端に追い込まれて固められると、はい、かなり脱出が困難らしいです。へー、お互いね、このあ、じゃあこれちょっと今ちょっとごちゃったけど、さあ無限に逃げて、白い方が小江戸さんで、ですね、青い方が小江戸さんです。さん、はい、今のやつですね、ジャッケーダブル2、ジャッケーダブル2、これが地獄のよう。さあ無理やり、ちょっと削って、1勝と、ゆうべらさん1勝目。食らったところで脱出できるわけではない、相打ち取ったけれどももうゲージ残らず、ショーケーを空振ったりしてるんですが、多分こういう人の嫌がることを日々練習している。でまあ格ゲーはね、あの人の嫌がることをいっぱいした方の勝ちなんで、さあやばい人の3連勝で優勝は、あ、今年の優勝、今年最後の優勝はユーベラさんの、はい、皆さん、感じでなるべく拍手か何かをしていただけると、はい、わー、じゃあなんですが、じゃあちょっとせっかく今年最後ってことなんで、はい、声このさん、ちょっとゆうべが君殺したくない、あ、じゃあ、あれゆうべがさんいない、あ、ゆうべがさん、じゃあこ、あ、じゃあこ、声もさん、はい、じゃあ急なんですけど、ちょっと間に合わなかった小江門さん大会に、せっかくなんで3対2でちょっと、はい、でも大会とは関係ないんですけど、そう、もう優勝は配信台で、はい、優勝はゆうべらさんなんですけど、はい、みんなゆうべらさんのこの負けるところが見てみたい。というわけで小江門さんのフェイロンと今ゆうべらさんのフェイロンですね、エキシビジョンで、はい、先で、さあ見てから支援、タイミングずらしての最後、
ーが支援が出ている。アッパーレッグ、アッパーレッグ、端まで行っちゃうんですね。遅いよ、遅いですね。あ、キッチン4発入る。重ね重ねからの最高。じゃあ、ユーベラさん一勝と。の1ラウンド目を踏まえての2ラウンド目。はい、ラウンド1ファイト。投げて、なんとかフォークですね。ビオル、支援ですよね。あ、そうです、支援逆です。すいません、ちょっと自信な情けにバザー。私も覚えたような来ておるので、この技ね、名前も覚えてもらってないですね。やはり山本さんもあのことでかけてました。あー、支援、これレッグ、さっきこれはレッグ逆、レッグ、噂の、噂の、さあ浮かべて、きっちり取り返して、もうさあ振り出しに戻る。あ、そうか、そうですね。お互い色を変えてますね。はい、今返しましたね。また強い、やっと負けた。私もちょっと思います、松本さん。削り切りか。そうですね、削り切れない。まずおっしゃる。大事ですね。かなり機能してる。さあリーチをかけたのはゴエモン。なんとあの立ち台形割と出るのも早いし、判定も強くて、はい、3ゲームの扉なんかも全部落ちるやつですね。あ、そうなんですか。へー、ラウンド1ファイト。あ、確かに立ち消形、あの置いてるっていうんですかね。よかった。珍しいコンボですか。支援めくりガード、投げて中断、垂直からのコンボ。さあリーチ、ファイブヒットなっちゃろ、ファイブヒットなっちゃろ。はい、支援権で意外と動かれた攻撃に弱い。これが強いんですよね。これ結構なんとかやられてる方は、なんとかボールのミックスとかやってみようですね。投げ返す。さあ根元で支援、投げて終わり。残念ながら優勝ではないんですよね。まあ、優勝ではないんですね。でもちょっとまあね、まあいや本当に良かった。なかなか、あ、もう大戦だって。さあいやでもこっから先はなんか自主的にね。そうですね、これ配信台で、うっかり勝ち越した人は今日お家に帰れない感じなんですけど、そうそう、いやこのまま配信台が2人の2人。あ、そうなんですか。今日なんか電車祝日ダイヤらしいので気をつけてくださいとのことです。一応優勝はユーベガさん、はい、ユーベガさんです。はい、でエキシビションマッチはゴエモンさん、はい、で今やってるのは恨みを晴らすただの試合なんで、まあ実況はとりあえずこんなもんで、はい、そうですね。あ、それとそうですね、今年最後で、はい、まあ半年くらい前から6月から始めさせていただいて、対戦会とこのまあ
都市大会余興的な感じですけど、まあ、なかなかすごい楽しくやれてるんじゃないでしょうか。我々はそれなりに楽しむ、まあ、私今挨拶しようと思ったんですけど、なるほど、そうそう、すいません、良いお年を的なことを言おうと。そうなんですよ、だけど何も考えてこなくていきなり今喋り始めたんで、ちょっとあと来週ってこちらって年末年始とかお休みとか特にないんですか。全くお休みない。そうです、いつ遊びに来ていただいても大丈夫。まあ、おそらく私来ると思います。じゃあ来週の金曜も普通に開催会できる。おお、あ、はい、楽しいですね。金曜に限らず普通に営業しているので、はい、毎日のように来ていただければ。こちらゲートナースキーさんの本当にお世話になります。多分ここにいる方々ね、年末も年始も特に予定がなくて、ね、テレビゲームが好きな方なのでそんな勝手に勝手に決めないでください。いや多分そうだと思うんだけどそうか、はい、なんか最後うまいこと言ってください。うまいこと、そうですね、まあ、まあ、とりあえず半年ちょうど年越し、まあ、半年正確には違っても、まあ、大体半年やれて、まあ、全然まだそのあまり先のことは考えてないのですが、まあ、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイクなんかもちょっとまあね、ふわっとしてますが、一生懸命頑張りますので、ね、大体こんな感じでやっていくんじゃないのかな。はい、はい、ですね、これからもよろしくお願いいたします。来年もよろしくお願いします。あ、まあ、本当はちょっと優勝の方はマイクいただこうと思ったんですけど、それなんかそれどころじゃない感じ、多分フェイロンしかもう今見えてないまあ、まあ、まあ、ゆるっとした大会なんです。そんな感じで、じゃあ、じゃあ年の瀬ってことで、メインマロードです。本来私全然メインが格ゲーではないのですが、まあたしなみ程度にやっておりましたが、まさか、こんなミニ大会をやることになるとは、担当することになるとは思いませんでした。まあとりあえず。私はそこそこうまく、終われたのではないのかなと思います。来年もやっていくとは思いますので、どうぞもう金曜日、僕の宣伝をすれば、水曜日、皆様よろしくお願いいたします。僕はもともと陶芸担当ではありますが、こちらのね、金曜日の方も、よろしくお願いいたします。優勝者ね、警察の方が、上田警察さんがちょっとまだ犯人逮捕に乗り切ってないということで、まだまだ続けているそうですね。終わり次第いただくのかなと思います。ではでは、今年もありがとうございました。よろしくお願いいたします。メイガモードでした。Thank you.
ファイト。Fight!
Round 3, fight! Thank you.
ファイト。Fight!
Ah!
バースフォン、エンド。